本当に許さないからね。甘 <laughs>、ま、やかしちゃいそう、うん。いや。鬼になります。<laughs> 自分もできてないくせに。鬼になるとか言って。<laughs> いや、デコ出しにハマったんじゃなくて、あの。前髪べたべたすぎて、みんなにちょっといじられそうだったんで。まとめました。 ぎちゃん先輩 <laughs> みんな覚えてるぎちゃんぎお姉さん先生ぎ <laughs> お姉さん先生の話覚えてるかなあの私が中学生の時に職業体験をした時があってなんかその時にその子供たちに呼ばれた名前がぎちゃんぎお姉さん先生 なんですよね。<laughs> 渋滞しすぎだろ。<laughs> 懐かしい。いつ行ったなんかこれオーディション？なぎなぎお姉ちゃんでもよかったじゃん別に。な <laughs> ぎお姉ちゃん先生。<laughs> 渋滞しすぎ。<laughs> それも可愛いよね <laughs> なぎお姉ちゃん先輩 <laughs> それはさそれ後輩に呼ばれたらびっくりしちゃうけど、ね、<laughs> うわ、なんかいいななぎお姉ちゃん先輩めっちゃおもろい でもちゃんとそれ子供たちも毎回毎回しっかり丁寧に読んでくれるっていう「なぎお姉ちゃん先生なぎお姉ちゃん先生」先生って <laughs> かわいいよね幼稚園児って <laughs> でもなんか対処に困る時がある <laughs> なんかなんかね あの私その時に職業体験の時にあのなんかめっちゃ強そうな女の子がいたんですよ一人。なんか一人女の子がいて二まにしていかにもお,お嬢様キャラみたいな女の子がこうセンターに立っててこことここの両端になんか女の子 <laughs> なんかな何だろうなんかドラマで見るような構成をした女子グループがあって。 で私がなんか私に懐いて,てくれた女の子があのー、そ結構おとなしめの女の子で,でそのお嬢様たちがズカズカズカとやってきて「ノリノちゃん遊ぼう」って言って私置き去りにされて <laughs> あ「あっ全前時にはぶられちゃった」って思って。 もう行き場がないんですよ幼稚園人のなんか輪に入れないというか <laughs> あ難しいな社会ってって思いましたねその時なんか <laughs> そうなんですよ私その時2軍お姉ちゃん先生本当にどこに行ったらいいのか分かんなくて <laughs> そ教室の隅っこでこうやって <laughs> 見つめてました でもその後優しい男の子がね来て「お姉ちゃん先生遊ぼう」って言ってくれたんですけど <laughs> そう社会の厳しさを学べ学ばせられたね幼稚園児悔しい <laughs> ねえ何 <laughs> 大丈夫そうえあもう26分じゃあ30分までやるかあいや35分までにしよう <laughs> 規則すぎ <laughs> そうなんですよ私何時行っても聞かないようにちゃんと腕時計してるんで <laughs> 本当にこうやって私課題もどんどん <laughs> やらないでいる <laughs> 本当になんかねコマとかねそうコマとかハラちゃんとかあおちゃん見ててえい,いいなって思うが JK だ <laughs> いいな戻りたいよ <laughs> いいな,なキラキラして見える。 なんか私の良さって JK だったからあったものじゃないですか <laughs> JK じゃなくなった私に価値なんてあるんですか <laughs> みんな JK の私が好きだったんでしょ <laughs> ヒスコーブン <laughs> 最近流行ってるヒスコーブンヒスコーブンって言いなくないヒ,ヒスコーブン <laughs> ってしまったいいな本当に JK うらやましい私も JK したかったもう毎日毎日卒アルを見てあこん時こうてればよかったなあこの時もうちょっと怒られてもよかったなとか思ってる <laughs> あでも私あの卒アルエピソードがあって私個人写真絶 大漏れたくてあの髪巻いてカラコンしてめっちゃメイクしてリップも濃く塗ってであの先生からのあのチェックをあのス,スススっと通り越して写真を撮ったんですよめっちゃ盛れたのその写真超漏れてもう学年で一番可愛いんじゃないかってレベルで漏れたんだよよし来たと思ってあのそう 平和な日々が過ぎたんですけどある日突然先生その日雨の日だったんですよで雨の日って本当に気分上がらなくて私学校に行くのにメイクもしてない <laughs> 髪も巻いてないなんなら湿気で髪ボッサボサみたいなでその日あのお弁当を食べたらですね先生がやってきて「杉縄さん 卒あ撮り直しするんでこっち来てください」って言われてえ <laughs> えっえ,えってなってで私その時学校でメイクを済ましちゃおうと思ってあの必要最低限のメイク動画を持ってきてたんですよだからなんとかそうもう最悪もう眉毛描いて。 涙袋書いてチークしてリップを塗ってよし行こうってなるじゃん髪の毛がもうこんなの <laughs> こんなんででもうあのリップを塗ってたんですよしっかりリップ塗ってたんだけど直前に先生に捕まって落とされて <laughs> であの私寒いと唇の色なくなるんですけど <laughs> 真っ白の唇のまま本当にこういう顔で写真を撮って <laughs> で届いた写真がちょっと寄り目なんか本当は自分で選べるのよ、ね、自分で何枚か撮ってこれがいいですみたいなでもなんか私だけ選ばせてくれなくてなんかなんかちょっと寄り目がちになった よくわからない笑顔を<笑>ソツアルに載せられました <laughs> 守りたいこの笑顔ありがとう <laughs> ねえ本当に悲しいだって撮り直しする前のめっちゃ可愛かったんだよ本当に可愛くて友達からもこれやばいみたいなこれは卒業後に男から連絡来るよみたいなそんぐらい可愛くて いやーアウトだったかな、ね、今のそうめっちゃ可愛かったの本当に可愛くてもう自分でも本当に言わせてほしいんだけど本当にアイドルって感じなのうんーなんで本当に悔しい <laughs> そうその可愛い写真はどこかへ消えてしまいましたねで日頃の行いとか言われてんだけど私日頃の行いい,いんだけど <laughs> 怒られることないのにあいや <laughs> いやーショックでもデータはもらえなかったんだけどスマホでパシャッと写真撮ったのであげんチャットに載せられれば制服を隠して載せようと思います。<laughs> いやー本当に嫌だそうしかも私卒アルいろいろ事故ってて <laughs> あの体育祭で私綱引き先頭だったんですね先頭ででこう綱があるじゃないですかここにこの辺目の前にカメラマンがい,いたんですよで私もうガチだから <laughs> この顔を 卒アルに載せられてて <laughs> 何もうなんか結構バーンと <laughs> バーンと載せられててあーショック <laughs> みんな見るのに <laughs> 最悪だよ本当に本当にやだ <laughs> 誰その写真なんだ人 <laughs> いやー本当にやだ <laughs> なんか私変な写真しかなくて友達をおんぶしてそうなんかニコって言ってる写真も <laughs> あったしそう球技大会でこういう <laughs> 顔してる写真もあったでもやっぱり一番美少女 <laughs> 本当に可愛い。 卒アレイになりたかったんだけど面倒くさくてしかも私放課後レッスンとか行かないといけない日もあったからあのやりませんでした <laughs> やめましたあこんばんは <laughs> いやいやいやみんな可愛いんですようちの学校顔面偏差値が高いで有名で。 あシショックショッックク間に合ったーあ四40分までやります <laughs> いや明日4期のイベントなのに四期のイベントについてあまり何も話してないな <laughs> なんか4期について話してあげようか <laughs> 再延っていうか最最最最延長ぐらいじゃない <laughs> うん誰誰のお話聞きたいですか皆さん <laughs> 誰がいいですか頑張ってくださいありがとうございますなぎちゃん <laughs> なぎちゃん以外 <laughs> あおちゃんあおちゃんは可愛いしか言えない <laughs> ないんかあおちゃんって可愛くて「ああ」みたいな感じなのになんか意外と結構言うことは言うんですよ <laughs> 結構言うことは言ってなんか結構「おお言った」みたいな <laughs> そういうところも可愛くて好きだよあおちゃん。 浅めで草 <laughs> やめてよ浅めとかいうのしかもなんと明日はねジュナーの誕生日みんなジュナーの誕生日お祝いしてねンナちゃんヒロカッピーハラちゃんコマちゃん <laughs> 詰め込んできたなああじゃあ最年少組ンナはもうなんか顔うか可愛いのに アンナってめっちゃ可愛いんですよ目でかっみたいな顔ちっちゃみたいなで見た目はもう完全にもうなんかって感じなんだけど私と目が合うたびに変顔してきます <laughs> しかもその変顔がなかなかのクオリティで <laughs> 結構おもろいヒロカッピはヒロカッピはね あの本当に考える時ってやるの初めて見たこれ現実でやる人あれはガチのあざとい系です私は騙されませんひ <laughs> ロカッぴねあのひロカッぴってさあれじゃないなんかねあの最近流行ってる小さくてかわいいあれみたい。 こうなっててるるキャラクターに似てるでもこれ本人に言うとディスってるって言うんだよね <laughs> ディスってないよえっとあと <laughs> そう小さくてかわいいやつねハラちゃんはハラちゃんはねハラちゃんは本当にいろんなこと教えてくれる ダンスとか立ち位置とか全部なんか私の立ち位置とかを全部把握してくれてて <laughs> 超助かるそうこの前スクバ持ってて上 GK だーって思った <laughs> じゃあ浅いとか言わないでもっとあるけど長くなっちゃうからたかしたかしはねめっちゃねなんか なんて言えばいいのかなほんとになんか純情純情よろしくじゃないけどなんか綺麗な心の持ち主なんか一緒に行って本当に心が浄化される <laughs> 面白いしそうなんかそうなんか優しくてそうなの。 だから最近たかしが可愛くて可愛くて妹みたいって言ってるこまちゃんは本当に赤ちゃんこま <laughs> ちゃんこまちゃんはね本当に「こまちゃん」って呼んであげたいくらい赤ちゃんなんか私こまの顔を最近よくじっと見つめちゃうんですけどこま唇がってなっててめっちゃ可愛い。 唇めっちゃ可愛いなんかほっぺたもんいやほんとにベビーフェイスあれはもうなんか全て赤ちゃんかわいいよバブバブほんとにバブちゃんネー <laughs> はめっちゃネー <laughs> はねなんか 最初はほんとにみんなの耐えれるお姉さんって感じだったんだけどなんか意外と人間味あるというかなんかグミをあげると絶対食べてくれる <laughs> <laughs> なんか最近はほんとに私春菜のようことはなんかこうまあまだお姉さんだったけどなんだろううん ななんだろうなんて言えばいいのかな妹でもないなんて言えばいいの何これうんうん分かんない分かんないけどお姉さんお姉さんって感じだったけどなんかした親しみやすさがそうあるなんか「今日春ね」 なん,なんか四つ葉のクローバーエピソードを話してて <laughs> 私四つ葉のクローバー見つけるの苦手なんだよね <laughs> うも,もちゃんが配信でなぎちゃんいじってる、ね、なんだと <laughs> なんだと <laughs> 明日しばく <laughs> 明日ももちゃんをバく <laughs> いやももちゃんも面白いですよなんかももちゃん私の言動一つ一つに全部爆笑してくれてうれしい <laughs> あ,あなんか最近ナナがエけちゃん <laughs> 赤ちゃんに見えるなんかダンスバリバリできててかっこいいけどなんか普段はエケちゃん <laughs> もちもちしてる髪サラサラだし今日一緒にご飯を食べに行ったんですけど髪の毛がサラサラすぎて髪の毛をずっと見てたななな <laughs>。 実はね <laughs> なんかナナも意外と人間味あってそう親近感を湧くことがありますね。<laughs> あとは ジュナはね、ギャルだね <laughs> ジュナはギャルなんかジュナの家行くといつもヒップホップが流れてる感じ <laughs> そうジュナはめっちゃ早口 <laughs> 意外と人間見てなんだ確かに <laughs> 親近感が湧きましたねふんふんふん メリーちゃんはあざといけどなんかたまに <laughs> みたいな時あるたまにめっちゃおっさんってなる時がある <laughs> 原さんとどちらがギャルですかいや原ちゃんはギャルじゃない <laughs> 原ちゃんはギャルじゃねえよ <laughs> ギャルになるためには修行がまだ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 ,まだ足りないですね <laughs> そう。カウンセラーなぎちゃんでみんな泣かせてしまいましたごめんねサホちゃん <laughs> サホも面白いんですよサホがサホを泣くときこの顔から始まる <laughs> コマのギャルはめっちゃおもろい <laughs> あれは爆笑もうあの時みんなでレッスン上で配信をしてたんですけどなんか笑いがこらえきれなくて <laughs> みんな声入ってたと思う笑い声<笑>めっちゃおもろいよねあと言ってないう いいない <laughs> ももちゃんがビビってるらしい <laughs> めっちゃおもろい <laughs> なんかももちゃんがビビってるっていう文面がめちゃめちゃおもしろいい <laughs> いやも,もちゃんめっちゃおもろいももちゃんの方がおもろい <laughs> なんかももちゃん ね本当に本当におも,もちゃ面白い <laughs> 面白い本当に <laughs> ああ面白い <laughs> いやー本当にいや絶対明日面白いよ <laughs> ステージ上でタイマー貼ります いあおさん行ったもんいっぱい <laughs> なんか4期は個性の渋滞って感じさおちゃんやんだメール来たんだがくそ <laughs> <クソ> <laughs> 大丈夫私が元気出しとくよ <laughs> ももちゃんの配信から来た人いっぱいいるぎ <laughs> 最初正直怖かったってももちゃんが言ってるえうそ <laughs> えももちゃんさオーディションの時さ私にさなでなんでしてくれたじゃん。<laughs> え私あのオーディション合格した後にあの <laughs> あのももちゃんがなんかももちゃんとはるねえが私に近寄ってきてなんだっけ ショールールム頑張ってたもんなっつって頭をなでなでなでられたのが本当に忘れられなくて <laughs> 兵庫のお姉さんと大阪のお姉さんだって私2人のショールーム見てたんですよショールーム審査見ててそう兵庫のお姉さんと大阪,大阪のお姉さんになでなでされてしかも関西弁で <laughs> あの 関西弁でなんか褒められてなでられるととろけちゃうんですねだから私帰り際にママにね「ね聞いてあのね関西弁のお姉さん二人になでなで,でされちゃった」っ <laughs> て言ってた <laughs> 懐かしいなんか私のおもちゃんのイメージは茶髪でカチューシャして 水色の服着てたももちゃん <laughs> なぎちゃんももちゃんが大好きだそうです死ぬ <laughs> 私も大好きだよももちゃん <laughs> ももちゃんめっちゃビビってるやん <laughs> めっちゃおもろい「ヨンキちゃんでセンターとして AKB の曲するならどの曲したいですか?」私小学2年生の頃に「恋するフォーチュンクッキー」踊ったのでリベンジとして「恋するフォーチュンクッキー」踊りたいです <laughs> クソ定番やないかでも日向さんの「 あのー、卒コンで好きになった曲いっぱいあるんでいっぱいセンターしたいでーす <laughs> 特にあの私あれがめっちゃ好き彼女はもともとしてたんですよ宮脇さくらさんの曲ですから「まあ波乗りかき氷」とかあと「 なんだっけパジャマドライブとか風は風がは風は吹いているめっちゃいいなんかめっちゃかっこよくて私もリハなんかリハで投資とかをあのリ,そうリハで投資をするんだけど。 その時に毎回毎回風が吹いてるをめちゃめちゃ楽しみにしててずっとナナをガン見してたかっこよすぎてこれね最初のわうわも好きなんだよねナナってなんであんな上手上手なんだろうダンスが <laughs> いや本当に本当に もうかっこいい <laughs> 本当にかっこいいねね本当にかっこよかったもう一回もう一回やってほしい私の目の前でそうナナの体の使い方本当にそう私結構見てるんですけどお互いダンス頑張ろうねってももちゃんが言ってます頑張ろうねももちゃん <laughs> そうナナ 見どもりの時これあるじゃないですか私今まで普通にこうやってたんですけどなの結構こうやってるんですよだから私も真似して,てやるようになった曲中直りねめっちゃしたいしたいんだけど私なかなか言い出せないあっ <laughs> 50分だ <laughs> やばい 私お風呂入らなきゃなんだ <laughs> じゃあ壇上読むかな何分やった40分ぐらい13位パックさんいつもメールありがとう12位安野亜紀さんありがとう11位ラさんお久しぶりです <laughs> 10位まみまみさん おありがとう九位 F T O さんありがとういつも八位ビッグラブ子さんお七 <laughs> 位世界のマッスルさんお六 <laughs> 位マナブさんお五 <laughs> 位新潟数さんお四 <laughs> 位マナポンさんお <laughs> 今日はお風呂入りながら見てました三位みちちゃん あナチャーズがついてる嬉しいにメープルナオくん美味しそうな名前 <laughs> 1ももちぃさんありがとうございますいつもみんなありがとう仕事中 <laughs> あ明日みんな楽しんでなーイい絶対楽しめよ <laughs> ありがとう楽しもう暴走します <laughs> 劇場で会おうね <laughs> バイバイおやすみいい夢見ろよ <laughs> バイバーイ楽しみにしてたね <laughs> バイバイ